サムランシー、サムランシー、1949年3月10日台は、はカンボジアの政治家。財務省、下院議,議員、カンボジア旧国党党首、初代、サムランシー党党首、初代、クメール国民党、初代を務めた。サムランシーは1949年にプノンペンに生まれた。彼は1965年にフランスへと移住し、 学生生活を送った後にパリの金融企業に就職、常務取締役兼投資顧問を務める。その後、分身ペックの一員となり、1992年にカンボジアに帰国した翌年にシェムリアップ州の衆議会議員に選出された。彼は財務省を務めるが、1994年の不信任決議によって議会を追放され、 翌年の1995年にクメール国民党を設立し、1998年の国民議会選挙の前にサムランシー党と名称を変更した。同選挙でサムは根本ンンチャム州の衆議会の一員に選出され、SRP は14%の得票数を獲得。2003年の選挙においては22%にまで得票数を引き上げる。しかしその後、 SRP の幹部であるチーア・アパッチトととともに、不逮捕特権を剥奪され、これを受けて2005年2月3日にサムは国外逃亡するが、チームチャーニーは逮捕され、軍事刑務所に拘留された。ランシーはカンボジア人民党と分身ンンペックの連立政権を非難し、さらには2004年1月22日に発生した SRP 系列下の労働組合のリーダーである。 チアビチアの殺害関与したとして、噴戦を非難したことで名誉毀損の罪で告訴された。当時の米国大使館は政府が抵抗勢力を抑圧しようとしている事態に危惧を示し、他国の大使館や国内外の団体も同様の態度を示した。2005年12月22日、サムは先の名誉毀損に関して欠席裁判にかけられ、 朝役1年6ヶ月と約1万4000米国ドルの賠償金を支払う用意は出されるも、2006年2月5日に、ノロドムシハモニ国王の恩赦受け、その5日後にカンボジアに帰国した。2009年10月に、ランシーは、スバーイリアン州チャントリア軍におけるカンボジアとベトナムとの国境線が、本来のカンボジア領よりも内側に引かれていることに、抗議を示すために、 地域住民と共に境遇を引き抜いた。ベトナム政府の外務省は、ランシーたちの行為を非難し、カンボジア政府に対して、現時点で確定している、国境線を遵守する、要要請。その声明の中で、サム・ランシーの行動を、公共物を破壊する、誤った行為であり、二国間の法や条約、同意を破っていると非難した。10月25日にランシーは、 民族間の対立の誘発と、器物破損の罪に問われ、11月には国会によって、不逮捕特権を剥奪された。その後、スバーアイリアン地方裁判所に出頭を命じられるも、姿を現さず、2010年1月1日には、逮捕令状を出されるも、その頃ランシーはすでに、フランスへと亡命していた。2010年9月には欠席裁判によって、 懲役10年の実刑を言い渡される。その後、2013年7月12日に、ノロドムシハモニ国王の御社によって、カンボジアへの帰国を許されるも、7月28日の総選挙への立候補は許されなかった。この選挙に不正があったと主張する、旧国党は、国民議会をボイコットし、政治的膠着が続くことになる。しかし、 2014年7月22日のサムランシーイコール噴戦会談により、旧国党の議会復帰が合意される。サムランシーも、比例候補者名簿に、地方的に加わることが認められ、同年8月5日の議員就任前誓式に、出席した。2016年12月にランシーは裁判所から、カンボジア、ベトナム国境に関する協議の内容の文書を、公文書として、 フェイスブックに掲載したとして、被告不在のまま禁錮5人の実刑判決を言い渡さた。2017年7月11日、旧国党の党首を辞任し離党する意向を明らかにした。ランシーは名誉毀損容疑などでの逮捕を避けるために2015年11月からフランスに逃れている。フンセン政権は、政党指導者が罪を犯した場合政党を解散させることができる。 政党法改正を進めており、辞任は避けられない状態と見られていた。公認の党首には、ケムソカー副党首が就任した。サムランシーの父であるは教育省を経験した後、1950年代に、ノロドムシハルク政府の内閣官房副長官を務めた。サムランシーの母であるイニエムは、カンボジア人女性として、初めてバカロレア資格を取得した人物として知られる。 1959年に生じた暴力権威によって父であるサムサリーは当時10歳であったサムランシーを伴ってフランスへと亡命し母は暴力への関与で刑務所に収監された。祖父のサムネアンはカンボジア王宮に仕えた人物で1940年代のサハ政党であるの卓越したメンバーの一人であった。サムランシーは彼の設立した SRP の党員であるタイロング・サムラと結婚し、パトリス・サム、ミューリエル・サム、レイチェル・サムの3人の子を設ける。タイロング・サムラの父であるンク・タイロングは1962年にを設立し、当主を務めた経験のある軍人である。サムランシーと彼の妻は、自らの祖先はであると語っており、1954年にンク・タイロングが州、州オンライと会談した際、 彼の祖父が中国からの移民であると判明したことを、その根拠としている。経営学、経営学修士インセット、フランスフォンテンブロー校1980年取得。会計学、ディプロム D、エイトゥーズサプリアーズコモターブラエフィネンジアーズ、フランス文部科学賞、発行1979年取得。経済学、メイトリーズディプロム D、 エイトゥーズ・サプリアーズでサイオンセス・エコナミックで LAA、ファクルトでドロイトエでサイオンセス・エコナミックでパリ1973年、取得。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。